今日大分市松岡の御手洗神社を訪れたのは市内在住の人気画家北村直人さんです。北村さんは神社の依頼を受けて2020年から翌年の干支の絵画を奉納しています。来年の干支は辰。今回奉納された絵画はダイナミックなタッチで力強くもありながら色彩豊かに表現され、北村さんらしい龍に仕上がっています。神社はこの絵をもとに制作した看板を境内に設置するほか、絵馬にして元旦から販売するということです。顔のところとかかっこいい、かっこいい。晴れやかな気持ちでこう上にこうバーって上がっていく龍っていうよりは、なんか一緒にこうまだまだこう立ち向かっていくような強い気持ちで描きました。まあ、今回はちょっとこうグッと気持ちが入るようなものになればいいなと思って。神社ではまた近くの松岡保育園の園児らがキャンバスに好きな絵を描いた後、北村さんが即興で作品として仕上げるイベントも行われました。